最近ブルースばっかりやってるんですけど、まあ僕は、YouTube でもちょっと書きましたけど、シカゴに長い間いたもんですから、もうジャズの演奏はしててもやっぱりブルースができないと仕事にならないっていうか、そのまあ本格的なブルースじゃなくてもね、やっぱりある程度ブルースが弾けなきゃいけないし、例えば夏なんかジャズクラブでライブやっててもブルースクラブが向かいにあってドアが開いてると向こうの方が音大きいからね、バンバン聞こえてきたりとか、でローリングストーンズとかがね、あのシカゴに来ると大体ブルースクラブに寄るってんで有名でしたけどね、前にブルースがやっぱりジャズのルーツの大きな要素の一つだってことは、まあこれは間違いないことなんですけど、そこでまあ自分なりに気がついて、あ、これ何でも音が使えるのはブルースから来てるのかなと思ったわけです。それで久しぶりにかなり古いレコーディングを聞いて、えっと思ったのが、なんとこっからロックンロールかなり影響を受けてるなっていう、まあロックンロールイコール今のポップのルーツであるわけですけど、それがいわゆるブルースから直接来たものとは限らず、ジャズの演奏のまさにこれが聴いたらロックンロールだなっていうのがあった。僕昔も聴いたことあるんですけど、まずねこれを聴いていただきたいですね。これ聴いて、えその年代的に言ってロックンロールが出てきたのが最初が40年代の後半で、リトル・リチャードとかですね、チャック・ベリーとかが1952年からその辺なんですよ。でプレスリーが最初にレコーディングしたのが55年とかで、そこからまあその後がねロックンロールのその大流行になるわけですね。みんな踊り狂ったわけですけど、それがどっから来ていたかって、もちろんそのブギウギとかブルースの中でもその割とテンポの速いやつとか、それから影響を受けたのは間違いないんですけれども、これ聞いたらもうまさにそのロックンロールそのものだなという感じがするレコーディングがあるんですよね。ちょっとこれを聞いてみてください。まさにね、ピアノなんて言ったかな、真似したのがジェリーなんとかルイスっていう人がいましたよね。それからまあ元のリトル・リチャードとか、これ実はジャズのアルバムなんですね。まあジャズギターやってる人だったら絶対知ってる名前のチャーリー・クリスチャンとベニー・グドマンが共演したアルバムなんですよ。なんと1940年の録音です。でピアニストは、名前この人で、この時はチャーリー・クリスチャンとベニー・グッドマンとライオネル・ハンプトンも入ってますね。最初にウェス・モンゴメリーを、ね、雇ったあの人です。最初に若い頃のウェス・モンゴメリーが26歳かな。ウェス・モンゴメリーはチャーリー・クリスチャンからものすごい影響を受けて、まあ自分のスタイルを築いた人なんです。あからさまにチャーリー・クリスチャンって感じはしないんですけど、まあいずれにしてもですね、これ録音が1940年なんで、もうロックンロールが出てくる 7、8年前で、これはちょっと聞き直してみてもう まさにロックンロールだと。っていうことはロックンロールイコール今のロックのルーツはジャズにあるということじゃないでしょうかね。これは意外と知らない人が多いのではないかと思いますね。だからジャズとロックと分けて考えても実は同じとこから来ていたという、でそれがもっと遡るとブルースから来ていたということなんでしょう。なかなか面白い世界だと思います。